鉄道国有法、鉄道国有法、鉄道国有法、明治39年3月31日法律第17号は、全国的な鉄道網を間接鉄道に一元化するため、私鉄を国有化することを定めた、日本の法律である。1906年、明治39年3月31日交付、1920年、大正9年8月5日改正。 1987年、昭和62年4月1日、日本国有鉄道改革法等施行法、昭和61年法律第93号第110条の規定により廃止。これにより、1906年から翌年の1907年、明治40年にかけて、下記の17社の2812.0マイル、約4 5 0 0トルが買収された。 買収前には1600マイル、約2600キロメートルに過ぎなかった、関節鉄道は4400マイル、約7100キロメートルと3倍に増え、私鉄は地域輸送のみに限定されることとなった。国有化の目的には、陸上交通機関の波王である鉄道の国有による、積極的な経済発展の促進のほかに113億円。 当時に達した日露戦争被害債を定理外債への借り換えのための担保資産としてのよう、外国人による主要鉄道会社株式取得の回避など、日露戦後の厳しい財政、経済状態に対する対応という消極的動機も強く働いていた、鉄道国有調査会、鉄道国有の趣旨概要日本国有動編、日本国有鉄道百年史、第3巻。 日本の鉄道は創業以来、間接管営を基本方針とした。これは、早々期の日本の鉄道行政を頂点に立って、建引した、井上マサルが、熱心な鉄道国有論者であったことが大きい。しかしながら、政府財政の窮乏により、鉄道をすべて間接管営で、建設運営することは叶わず、やむなく民営鉄道に、幹線鉄道建設の一部を委ねざるを得ないことに、 なってしまった。そのため、井上は、機会あるごとに、自設の鉄道国有論と、施設鉄道買収を解き、鉄道国有化法案も、再三国会に提出されたが、井上が退官する1893年、明治26年までに、それが可決されることはなかった。政府の財政を急防させる原因となったのは、西南戦争による過大な戦費の支出であった。これにより、 鉄道建設のための予算がなくなり、それまでに完成していた、京浜間、京阪新間鉄道を民間に売却して、その代金により新線建設を行おうという案まで出たほどであった。鉄道網促制の方針と財政急防のジレンマが、幹線鉄道建設の一部を民間に委ねる、方針転換を去ることになる。こうして1881年、明治14年、 日本初の施設鉄道、日本鉄道が設立されたのである。井上は1883年、明治16年、公部教宛に意見書、施設鉄道に関する論旨を提出した。この中で、鉄道の用途は、国道と同様であって、これを民営に委ねるべきでないことを原則として、民営に委ねた場合に発生する、無用の競争や、 改良努力の怠慢など八項目の弊害を挙げて、自説を主張している。一方で、政府の手厚い保護を受けていたとはいえ、日本鉄道が好調な決算を発表すると、各地で施設鉄道設立ブームが起こった。1884年、明治17年の半海鉄道や、1887年、明治20年の伊予鉄道を皮切りに、両毛鉄道、山陽鉄道、 水戸鉄道、初代、九州鉄道、初代、大阪鉄道、初代などが認可され、それまでの間接管営の原則が崩れて、日本の幹線鉄道は、間接、施設の両方により建設されることとなったが、中には、無謀な計画や投資を誘発したものもあり、それは1890年、明治23年の経済恐慌となって跳ね返り、建設工事の停滞や、 株式払い込みの地帯、季節施設鉄道の経営の悪化を招いた。状況は間もなく回復したが、このような状況の中で、1891年、明治24年、井上は、鉄道政略に関する議を上進した。この上進書では、従来からの鉄道国有論に加えて、季節施設鉄道の買収を前に押し出しており、 そのためには、施設鉄道買収法の制定が必要であると、説いている。この上申症契機として、政府は、再三、鉄道交際法と、施設鉄道買収法を帝国議会に提出したが、いずれも可決されず、1892年、明治25年に、買収法案に、大幅な修正を加えた、鉄道不設法が、制定された。しかしそれは、 予定線建設のために必要がある場合のみ、施設鉄道の買収ができ、さらに議会の協賛を必要とする、将来の国有化の可能性を匂わせながら、実際は予定線の民間による建設を容認するなど、議会を構成する、施設鉄道の株主でもある家族や、資本家、地主たちによって、完全に骨抜きにされてしまった。これに憤慨した井上は翌年、退官することとなる。 井上の鉄道国有論に対抗して、鉄道民営論を唱えたのは、渋沢栄一や田口宇吉、中見川彦次郎、三井や三菱などの財界の有力者たちであった。彼らは、資本主義の発展に伴って、鉄道経営が大きな利益をもたらすとともに、産業支配と鉄道支配との間に密接な関連性があることをよく認識していた。 渋沢らが関わる東京経済学協会が1891年に発表した鉄道調査報告書に掲載されたサブリーチ氏の論文では鉄道国有化論に対する反証をいちいち挙げて論じ将来の鉄道は施設民営たるべしという結論を導いている続いて渋沢らは1894年 明治27年に関節鉄道払い下げ計画を立案し、一挙に彼らの理想とする鉄道民営の実現を図ったが、日清戦争の勃発に伴い、計画は頓挫している。その後、鉄道国有化が政治課題となるのは1899年、明治32年である。衆議院に鉄道国有に関する権議案が提出、可決され、 調査機関として、首相直属の鉄道国有調査会が設置された。その報告に基づき、翌年鉄道国有法案及び、施設鉄道買収法案が帝国議会に提出されたが、これも議決されることはなかった。しかし、この頃には、日清戦争後の三国干渉によって、対ロシア戦を意識し出した軍部も、鉄道国有問題を第一義とするようになっていった。 鉄道が民営であることの軍事的に不利な理由は、私鉄の場合、株式会社であるから、経営状態を詳しく、株主に報告しなければならない。しかし、その株主の中には、外国人投資家もいた。そのため、彼らに経営状況を教えるときには、軍事輸送用の臨時列車を走らせることまでも、公開する必要に迫られる可能性があり、同時に、軍事機密が、 外国に漏洩される恐れもあった。加えて、外国人投資家に株を買い占められたとき、それが、敵国の資本家なら軍事輸送を拒否される恐れすら、あった。軍事的理由以外にも、日露戦争後は、主要産業を独占化しつつあった財閥が、物流の大動脈である鉄道の意義を高く、評価するようになり、主要幹線が、多数の施設鉄道によって、 分割保有されているとが、諸外国との競争上、非常な不利であると認識されるようになった。そして1906年、右与曲折を経た、鉄道国有法案は、西恩寺金持ち内閣によって、第22帝国議会に提出される。渋沢栄一に加えて、井上薫や加藤孔明、高橋小樹よも、反対論を唱えて、衆議院を説得しようとしために、 政府は彼らの説得に苦慮したが、同年3月16日に賛成243、反対109で可決された。貴族院では、蘇我助の日本鉄道社長や戦国三次、九州鉄道社長が反対論を唱えたが、研究会の指導者、三島や太郎の工作によって3月25日に修正付きで可決、西恩寺が総裁である立憲声優会は、 両院協議会が開催を求めずに、貴族院会付案、修正した案に同意することとし、反対派が退席する中賛成214で、可決し法案が成立した。これにより、井上の悲願であった、鉄道国有化はようやく実現し、17支鉄が国有化されることとなったのである。この時提出された法案の原案は、17支鉄の他に15支鉄を、 加えた三十二施設を買収するものであった。これは、閣議において十七施設を買収するという、減減案に十五施設を加えたもので、衆議院は通過したものの、貴族院で修正され、減減案の十七施設買収に戻った経緯がある。追加の十五施設は、次の通りであった。川越鉄道、成田鉄道、初代、東武鉄道、上武鉄道、豆草鉄道、 水戸鉄道、二台、中越鉄道、豊川鉄道、尾西鉄道、大見鉄道、南海鉄道、高野鉄道、河南鉄道、中国鉄道、博多湾鉄道。1906年、明治39年5月、私鉄買収の準備を行う、臨時鉄道国有準備局が、停止大臣の眼下に設置された。同局は、買収完了後も、 しばらくの間存続し、廃止されたのは、鉄道院発足後の1909年、明治42年7月末である。私鉄の買収により、間接鉄道の原業部門である、鉄道産業局の規模は一気に膨れ上がった。私鉄から引き継がれた、鉄道路線の延長は 4550km、未開業線 292km、機関車1118両、 客車3101両、二万2850両で、それまで関節鉄道が保有していた、路線延長 2525km、機関車769両、客車1832両、万八1821両を大きく上回っている。それらの受け入れのため、1907年4月1日に、鉄道作業局を帝国鉄道庁に改編した。帝国鉄道庁では、 各施鉄から引き継いだ膨大な人員を救護したため、ポストの重複などによって余剰人員を抱えることとなったが、その一方で、施鉄の監督、許認可を行っていた低新省鉄道局においても業務が激減する事態が生じた。そのため、両者を統合再編して体制の簡素化を図ることとなり、1九0 8年、明治四十一年十二月五日鉄道員が、 発足した。この際、鉄道院は、停心大臣の管轄から離れて、新たに総裁を置き、内閣の直轄となった。各施鉄から引き継がれた雑多な車両は、国有化後も、しばらくの間、私鉄時代の形式番号のまま使用された。旧鉄道産業局の車両を含めて、新たな形式番号体系が制定されるのは、買収開始から実に3年後の1909年。 客車、貨車は1911年のことである。蒸気機関車だけに限定しても、タンク機関車103形式、テンダー機関車84形式、合わせて187形式に及び、客車、貨車を含めると、実に膨大な作業であったことがわかる。この時制定された蒸気機関車の形式番号体系は、1928年、昭和3年に、 新たな体系が制定された後も合わし、現在に至るまで踏襲されている。鉄道院発足直後の1910年、明治43年は、一両の機関車も製造されていない。これは一気に膨れ上がった雑多な形式を抱え、それらの今後の処遇や輸送計画を練るのに、手一杯で、機関車の申請にまで手が回らなかった結果ではないかと想像されている。その後は、 各車種にわたって、標準型車両が制定され、雑多な少数形式の淘汰が推進されていった。また、鉄道国有法交付後、今度は、新たな私鉄の出願がほとんどなくなるという事態になった。これは、私鉄を監督する法律である、私鉄鉄道法の条件が厳しいという背景もあったが、地域開発の観点から見ると問題があった。そのため、 1910年、明治43年に、鉄道開業に関する条文を相当簡略化した軽便鉄道法を制定した。その後、施設鉄道法に基づく施設の出願が全くなくなったため、1919年、大正8年には軽便鉄道法と施設鉄道法を廃止し、新たに地方鉄道法を制定、施設の監督はこの法に基づいて行われるようになった。 またこれとは別に、路面電車と同じ軌道法に準拠した、郊外鉄道の布設を目論むもくろむ者も現れた。米国で当時流行していた、インターアーバンを真似たもので、1905年、明治38年の阪神電気鉄道開業以後、全国に広まっていった。その中には、半角鉄道の幹部が設立した未能を有馬電気、軌道、後の阪急電鉄のように、 鉄道国有法によって会社を手放した資本家が出資を行ったものもあった。1987年、昭和62年の国鉄分割民営化により国有化された鉄道は結局80年ほどして民営に戻ることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。